さあどうも皆さんこんにちは。本日もゼノブレイド3やっていきましょうか。なんだなんだ、なんか後ろでずっと走ってるやついるんだけど、なんか男3人がずっと走ってんだが、なんかどっかに引っかかってんな。まあいいや、そういったところで今日もですね、ゼノブレイド3の動画を撮っていきたいと思っております。おそらくこの動画出る頃にはちょうど発売から1週間経ってる頃かな。ちょっと動画が順番どうなるかわかりませんが、まあとりあえず撮っていきたいと思っているわけですが、いやゼノブレード3この1週間皆さんいかがでしたか。まあいろいろ言いたいことがあるかと思いますので、もしよろしければこの1週間プレイしてみた感想とかコメント欄に気軽に書いていただけると幸いです。そしてチャンネル登録と高評価、ぜひゼノブレードやってる方はよろしくお願いいたします。さあということで今日もですね、ゼノブレイドラジオを撮っていきましょうか。で、今日はですね、久しぶりにラジオ系動画を撮っていきたいわけなんですが、今日のテーマはですね、公式さんから新しい情報がですね、いくつか来ておりましたので、今日はそちらについての所感を述べていきたいと思っております。まずはこちらからご覧ください。で、まあこちらに関しては、ファミ通さんから出されているソフト週間販売数ランキングになっているわけですが、こちらがなんと出ましたね。7月25日から7月31日、こちらの1週間の情報が出てきておりまして、ちょっと中身をお見せすることはできないんですが、首位はですね、任天堂スイッチで、ゼノブレード3。こちらがですね、パッケージ版だけで11万2728本売れております。っていうことは、ま、実質3日間で、11万本売り上げてるっていうことか。で、2位がですね、デジモン。こちらの任天堂スイッチの最新作がですね、2位につけておりまして、で、そちらが、28,536 本となっております。で、3位がですね、スイッチスポーツ。で、4位が、サンブレイクセット。で、5位が、ライブアライブ。で、6位がグランツーリスモ7。で、7位がマリオカート。で、8位が星のカービィ。で、9位が、ストラグルっていうゲームですね。こちらも最新作みたい。で、10位がマインクラフトとなっておりまして、まあ、こちらがトップ10となっているみたいですね。で、ダントツでゼノブレード3が突き抜けてるわけですが、2位になんと8万本差。いや、9万本差か。ですので、約3倍から4倍ぐらいの差をつけてて、ダントツで売り上げ1位ですね。で、このゼノブレードのどこがすごいかっていうと、まあ、このゲームですね、他のゲームと比較すると新品の値段が高いんですよ。で、確か8700円台だった記憶があるんですが、他の任天堂スイッチのゲームってさ、だいたい5600円から、6567円かな。多分そこの値がですね、最も多くて中央値になっていると思うんですが、基本的に8000円以上のソフトってあんまりないんですよ。特に任天堂が発売するゲームで8000円以上ってなかなかないからな。まあ、そういったところを考えるとかなり高いゲームかと思います。ただこちらのゲームに関してはなんとね、カタログチケットが適用できるんですよ。ですので、9980円出せば、その半額の、約5000円で購入することができるわけですね。ですので、デフォルトで3700円引きとなっております。ですので、相当安く買えるんですよね。だからこそ、カタログチケットで購入された方が多いんじゃないかなと思いますね。ただ、カタログチケットに関しては、こちらの販売数に含まれておりませんので、多分それを含めるとね、あくまで推計なんですが、まあ、Amazon とかのダウンロード版とかも含めると、25万とかいってるんじゃないかな。多分ね、ゼノブレード3に関しては、ダウンロード比率が高いと思うので、大体それぐらいな気がするんですよね。他のゲームであれば、やっぱりですね、まだパッケージ版の方が売り上げとしては高いんですが、ただ、ゼノブレードに関してはダウンロード版の方が高いんじゃないかな。比率的にはどうなんでしょうか。ただまあ事実としまして、パッケージ版だけで、初週売上11万本達成してますね。しかも初週って言いつつ、最初の3日間で11万だから、まあ翌週もですね、多分3万から5万ぐらいは売れると思いますので、まあ実質的には、約1週間で、15万本程度は売れるんじゃないかなと想定してますね。おそらくここ最近出たゲームの中だと一番売れてるんじゃないかな。まあ、このことからですね、ゼノブレード3相当人気のゲームっていうことがわかるかと思います。いや、すごいよね。
11万本か。しかも3日間で。さあ、そういったところでこちらがですね、速報としてファミ通さんから出ておりましたので、今日はこちらの共有でした。じゃあ次行きましょうか。で、次なんですが、こちら、皆さんお気づきかもしれませんが、お知らせということで、ゼノブレード3のアイコンパーツは、本日から第2週目の配布がスタートというところで、これはおそらく、金曜日に出てる情報ですので、土曜日に動画が出るとしたら、前日に出ている情報になっているかと思います。で、ユーニ、タイヨン、ウロボロスユーニ、で、ウロボロスタイヨン、で、マナナ、ニーナなどのパーツが登場しますと。で、任天堂スイッチオンライン加入者の方は、ぜひ、お引き換えください。って書かれております。で、こちらのミッション&ギフトなんですが、配布期間がですね、8月12日の金曜日、9時59分までとなっております。もし、欲しいぜっていう方は、ぜひ、この期間内に、引き換えていただければと思いますね。で、こちらも限定品となっておりますので、おそらくこの期間逃してしまうと、二度とゲットすることができないと思いますので、もしどうしても欲しいぜっていう方はよろしくお願いしますと。まあ、そんな感じですかね。いやー、けど、ね、ゼノブレード3売れてますよ。あとは公式からのお知らせっていうことで、他にはですね、特にお知らせはないので、まあ、当面の間はですね、そんなに、ゼノブレード関連のニュースらしいニュースっていうところはないのかなっていうところですね。ただゼノブレードも売れたよな、本当に。すごいよね。今ではすっかり人気ゲームですよ。で、まあ1と2もね、そこそこ売れてるんですが、確かパッケージ版のみで30万ぐらいだっけな。確か1も2もそれぐらい売れてる気がするんですよ。国内だけでね。まあ世界で言うと多分100万超えてる気がするんですが、確か国内だけだと30万だった記憶がありますね。で、ゼノブレード3に関しては、基本的にですね、先ほど申し上げた通り、ダウンロード版で購入される方が多いので、まあそれを加味すると多分ね、シリーズ最高売り上げになるんじゃないかな。ゼノブレード3が。多分その可能性が高いんじゃないかなっていうところですね。まあ、1と2の時代ってさ、基本的には、みんなパッケージ版でやるからさ、ちょっとね、売れてるように見えるかもしれませんが、ただ、ゼノブレード3に関しては、ダウンロードプラスパッケージで考えると、相当売れてる方じゃないかなっていうところですね。いや、本当にそれなんですよ。なんかまあ、今なんだかんだ言われていますが、まあやっぱり人気のゲームなのかなっていうところですね。ただ皆さん、ゼノブレード3にオンライン要素って必要ですか？最近ですね、世間一般的に、結構その、オンライン機能がなぜ搭載されてないのかっていうことが言われてるわけなんですが、自分としてはですね、そんなになんかオンライン要素って必要ないんじゃないかなと思っております。皆さんはこの件についてどう思いますか？結構なんか色々言われているみたいですね。まあ例えば他のゲームとかだと、まあオンライン要素ってさ、まあ結構一般的なんですよ。逆にオンライン要素がないゲームって比較的珍しくなっておりますので、なぜオンライン要素がないんだみたいな感じで、小学生とか中学生の間では結構話題に上がってるみたいですね。せっかく買ったのにマルチができねえみたいな。なんでマルチができねえんだみたいな。まあそういったコメントがですね、機能もちらほらついていたんですが、まあ一般的にそういったことが言われてるみたい。まあ確かにね、任天堂スイッチのゲームってさ、ほとんどがオンラインに対応してるんですよ。逆にオンライン非対応のゲームってさ、探すのが難しいぐらい一般的になってしまってるんですよね。まあそういったところを考えると、まあ10代とかからしてみると結構カルチャーショックなところがあるのかな。え？ソロゲーなの？みたいな。嘘だろ？みたいなところがあるのかなと思いました。まあモンスターハンターしかり、ポケモンしかり、で FF ドラクエしかり、まあ他のゲームとかでもそうなんですが、基本的にですね、オンライン要素がありますからね。で、最近だとマリオパーティーですら、ね、オンライン要素が追加されてますから、逆にオンラインに対応してないゲームってなかなかないよな。まあここ最近だと牧場物語ぐらいか。ビッグタイトルだと。多分それぐらいですよね。多分牧場物語ぐらいじゃないかな。ね。まあ逆に他って本当ないんじゃないかな。っていうぐらいソロゲーがね、少なくなってきてるんで。まあそういった意味だとですね、ゼノブレード3って結構貴重なゲームなのかなと思いました。ただ、ソロゲーってどうなんだろうね。皆さんはソロゲーかマルチゲーどっちが好きですか？ちなみに自分はですね、どっちも好きかな。どうなんだろう。
まあ多分20代後半の人であれば、どっちも好きだぜっていう方が多いんじゃないかなと思います。一方でさっきも言った通り10代であったりとか、まあ例えば大学生かな、21、22歳ぐらいであれば、まあカルチャーショックで、ソロでゲームするとかありえねえんだけどみたいな、そう思ってる方もいるかもしれませんね。まあそもそもね、生まれた時からスマートフォンが手元にあるみたいな、そういった時代ですから。で、スマホゲーとかもですね、基本的にはマルチプレイとかに対応してるからさ、もうそういったところを考えると、ソロでやるっていう文化自体がゲームであんまりないのかもしれませんね。はい、ということで今日の動画この辺りで終わっていきましょうか。ゼノブレイドラジオでした。皆さんいかがだったでしょうか。これからもぜひですね、ゼノブレイドの動画を見ていただければ幸いです。ですので、ぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ、じゃあねー。